二宮和成、ブラックペアン2、期待できる、ビバント、旧ヒット春ドラマからの追い風と、キム・ムジュンの寒流沼戦略。二宮和成、41、主演の日曜劇場、ブラックペアンシーズン2、TBS 系毎週夜9時が、7月7日に放送スタートする。前作もヒットはしたが、この2作目は同枠で23年7月期に放送された。 ビバンレベルのヒットが見込めるかもしれない。同ドラマは、小説家海道た氏の、ブレイズメス1990、スリジエセンター1991、講談者が原作のメディカルエンターテインメント。18年4月期に放送された、ブラックペアンの続編で、二宮が演じるのは、全シリーズの主人公津都海聖二郎と、売り二つの出で立ちの。 人と金をもて遊ぶ悪魔と呼ばれる世界的天才外界外界天城幸彦だ。ヒットを予感させる追い風は二つある。まずは同枠で前期に放送されたアンチヒーローのヒットだ。全話平均視聴率が10.8%、すべてビデオリサーチ調べ、関東地区と民放地上波の春ドラマで圧勝し、ビバン以降でも同枠の最高値だった。 いつもなら日曜劇場は遅めのスタートだがオリンピックがあるためか、ブラックペアン2の開始は早めで、アンチヒーローから間が開かないため、その勢いに乗れそうだ。また、内容は全シリーズと同じく、主人公である外科医の天才的技術の手術を軸に、病院内での権力争いが描かれていく。医療ミステリー、権力争いと聞くと、 前期放送の巨大病院を舞台にした赤素英二30主演のサスペンスドラマ RE リベンジフジテレビ系を思い出す人も多いだろうただ RE リベンジは復讐劇を演じるはずの主人公がクズ発演連発の迷走キャラになってしまうなど残念なところが多かったこのドラマを見てがっかりしていた医療ドラマファンがブラックペアン ならと飛びついてくる可能性は高い。何しろ安定の日曜劇場、さらにシリーズものという安心感がある。この二つの追い風が吹いているのだ。共演陣は全シリーズからの引き継ぎで、目新しさはないものの、研修医のパクミンジェ役に抜擢された、日本作品初出演の韓国俳優のキム・ムジュン26が注目だ。ムジュンは20年に俳優デビュー。 日本でも知名度が拡大したドラマ、わかっていてもんで演じた、メガネの彫刻家学生役が好評で、ネクストブレイクとして国内外で注目を集めている。全シリーズで指導医となった都会聖治郎、二宮に振り回されていた、研修医のセラマサシ、竹内龍馬31は、今回、心臓血管外科に成長。 新シリーズで研修医の民ェはセラと同じ役回りとなり、今回、二宮が演じる天城に振り回されそうだ。TBS は今年1月期の火曜ドラマ、I Love You で、ヒロインの相手役に韓国俳優のチェ・ジョン・ヒョプ、31を抜擢。無邪気な笑顔でグイグイ来る、韓流スタイル年下男性の振る舞いに沼が大量発生した。 今回も甘状に振り回される矛盾の姿に惹かれる女性視聴者が発生するはずだ。もともと骨太な内容が多い日曜劇場は男性視聴者の支持が多い。それに新たな女性視聴者が加われば数字的に上乗せが期待できる。全シリーズは全話平均視聴率が14.3%とくしくもビバントと同じ数字。 6年前の作品だけに単純比較はできないが、大ヒットの可能性は高いだろう。ドラマライター、山川、早くも二宮にいじられている矛盾。ドラマでの二人の絡みに期待。